邪魔だ。これで終わってくれ。え、何？残んの？ブライ避けて。ナイス連携。連携取れんじゃん、ブライ。余計な真似を。その甘さ後で死ぬほど後悔するんだな。あー、ほんと可愛くねー。ブライ、僕らも行こう。ロック、うわー、相当イラついてんな。この先屋上、ジャックがいる。おい、スベル、お前覚悟はできてんのか？え、覚悟？奴をぶっ倒す覚悟だ。向こうはその気で乗り込んできてんだぜ。半端な覚悟じゃ勝てるもんも勝てねえって言ってんだ。そうかもしれない。けどやっぱり僕はまずジャックと話がしたいよ。話し合えばきっと。ふん。何を言い出すかと思えば。何？貴様のその甘さ。虫図が走るぜ。虫ダッシュ。あ、虫ダッシュじゃねえ。虫図ダッシュだ。奴は俺が叩きのめす。だが奴の前に、まずは貴様からだ。あ、やべ。セーブしとけ、たかって、したかったなー。セーブしたかったなー。さっきのもう一回やりたくないんだよー。いや、やめてブライ、今はそれどころじゃ。それが甘いと言っている。座り、ぼーっとしてんじゃねえ。来るぞ。くっ。今の自由時間セーブしとくんだったなー。戦火。かっこいい。ブライソードやめたの？おっくすー、早いな、相変わらず。あ、待って、電波消去あるわ、これ。あ、よかった、ないのか。あんのかなと思ったけど、外した。え、全然殴ってこない。なんで？電波消去もない。あー、全然だわ。しっかり外しましたね。オッケー、麻痺からの氷。ブレード、ブレードかな。回復はいいや。オッケー、オッケー。じゃあこれで終わりかな。オッケー。カードくんない？やった！ブライだ！ブライのカードもーらい。ブライ単体技だと思うんだけどな。はぁ、はぁ、確かに、今のジャックには話なんて通じないかもしれない。だけど、それでも僕は、ふん、境遇がそがれた。奴は貴様に譲ってやる。お得意の友情ごっこでせいぜい仲良くすることだ。だがいずれ連中には報いを受けてもらう。ブライ、スバル、グズグズやってる暇ねえ。ウルフのやつが俺たちの代わりに戦ってるんだぜ。そうだった、ウルフ戦ってんだった。そうだ、今はとにかく屋上へ。セーブしたい、セーブしたい。あ、よかった、セーブしたい。ふぅ、危ない危ない。うっかりもありえるからな、本当に。あのブライトの共闘パートきつかったもんな。あれ、お待たせしました、大神さん。演説台なくなってんだけど。うわ、強いぜやつ。血抜けもすっかり引いちまった。しっかりな、坊主。はい、よう来てやったぜ、ウルフ。遅いぜ、こいつは貸しだ、ウォロック。いいぜ、その代わり俺様がコーバス熱をぶっ倒せば借りはなしだ。この俺をぶっ倒すね。まったく、オロクちゃんよ。いつからこの俺にそんな口を聞くようになったんだ。さてね、覚えてねえな。てめえ、後悔するぞ。け、いちいちうるせえやつだな。いいからとっとと始めようぜ。相手してやっから。
キャー、もう我慢ならねえ。ジャック、わめくなコーバス、お前に言われるまでもねえよ。すぐにでもそいつらを始末にしてやる。この俺の手でたっぷりと苦痛を与えて、この世界から消してやる。中二病ってやつかしら。ジャック、目を覚ましてよ。ジャック、君は僕らのクラスメイト、仲間じゃないか。一緒に修学旅行へ行って、楽しい思い出をたくさん作ったじゃないか。目を覚ますのお前の方だぜ、ロックマン。仲間だと？ふざけんじゃねえ。あんなもん俺、お前らの友達ごっこに付き合ってやって、付き合ってやってただけだ。傑作だぜ。俺がちょっとフリをしてやっただけで。いや、一緒にパンツアプリした仲じゃん。ねえ。その気になってやがるんだからな。そんなことどうでもいい。あの時絶対本心からのパンツ破りだったろ。何？ジャック、君がどういうつもりでいたかなんて関係ない。君と僕たちはあの時一緒にいて、楽しい時間を過ごした。その思い出がある限り、君はいつまでも僕らの仲間なんだ。スバルの言う通りだぜ、ジャック。あ、来れたんだ。俺もお前と一緒にいてすっげえ楽しかったんだ。お前が何と言うと、俺たちの中のお前は仲間だぜ。ミソラ蚊帳の外だな。うるせえ。うるせえ。うるせえ、うるせえ、うるせえ、うるせえ。お前ら邪魔なんだよ。うるせえんだよ。消してやる。くだらねえ思い出とやといろいろや。くだらねえ思い出とやると一緒に、お前らを消し済みにしてやる。ジャック。おい、スバル。うん、分かってる。分かってるよ、ロック。ゴンタ、ミソラちゃん、ごめん。ジャックとは僕一人で戦う。二人は手を出さないでほしい。あいつのことを任せたぜ、スバル。頑張って。ありがとう、二人とも。ジャック、君は僕たちの仲間だ。だから僕が君を止めてみせる。ウェーブバトル、ライドオン。わあ、ブライより400高いのか。てか、ブライのカード入れ忘れたわ。せっかくブライのカードもらったのに入れ忘れちゃったね、マジで。何やってんだろう。セーブのことだけに集中しすぎた。やめろ！あ、いってー！これ炎属性ー！何？あの、ふわってやるやつ。怖っ。右端来い。やびいてーって、コーバス炎属性なのか。相性悪いな。単純にダメージ向ける量が上がるから、いや、回復もしつつかな。危ない。あ、外したー。いってー。さっきからずっとダメージ受けてんな俺。ソード系の方がいいからこっちかな。おいくし、ダブル。あ、やばい、かわせ。オッケー、オッケー。ふぅ、痛かったぜー。あ、やった、ジャック・コーバス。ジャック炎属性だから、バルゴ連れてきた方が良かった。バルゴ連れてきたとか、バルゴになった方が良かったな。ぐっ、ぐあー、ぐあー。何その叫び声。ち、ちくしょう。変身解除されないのこれ。俺たちの願いは、だ。ジャック、あ、これやばい。アイス出てくるかも。ジョーカー。へん、どうだ、クーバス。やっぱり俺の方が強かっただろう。いや、やばかったぜ。スバル君お疲れ様。すげえバトルだったぜ。結構いいようにボコられてた気もするけどな。
ダメだ、ダメだ、ダメだ、ジャックから目を離すな。赤月さんに報告したよ。すぐに駆けつけるって。なあ、ジャックは？大丈夫、気を失ってるだけだよ。そうか、よかった。さすがだぜ、ロックマン。ありがとう、ゴンタ。これが今の僕にできる精一杯だ。これが。いるんだ。なんでそんな不安定なとこにいんの？ミスター・キング、ジャックがロックマンに倒されました。いかがいたしましょう？勝手に暴走して勝手に自滅か？ははは、どこまでも愚かな奴だ。姉と違って捨て駒にすら使えなんだわ。それよりすぐに戻ってこい、ジョーカー。次なる一手を決めねばならん。ゲームの勝敗を決める、決定的な一手をな。はっはっはっは。は、よかった。消されるかと思った。テステス。ごはん。それでは、投票結果をお伝えします。やるんだ、それ。赤月さん来てくれてるわ。児玉小学校生徒会長に当選したのは、緊張してきた。なんでお前が緊張してんだ。わかり。何万ダブ。これ今、ミソラはいるけどさ、騒ぎにはなんないのかな。一通り騒ぎになった後なのか、これ。あれ、ためが長い。ミリオネアバリだぞ。ためがマジで長いな、もう。何、やめろ！その一旦戻って期待させるやつ。はいよ、いいや。もうそこまで来たらそうだろ。戻るなよ。いや、行くな、戻れ。なあ、いや、フェイントやめろ。後ろから押すな。5年 A 組白金ルナさんです。やったー、やったあー、やったぜ、委員長。おめでとうございます、委員長。もう生徒会長だけどな、こっからは。まあでも委員長であんのか、クラス委員だから。わーお。では新生徒会長、前へどうぞ。はい。ミシャノもちゃんと喜んでんだね。児玉小学校の生徒の皆さん、私を新しい生徒会長に選んでくれて本当にありがとうございます。児玉小学校がより良い学校となるよう、皆さんがもっと自由充実した学校生活を送ることができるよう、これから頑張っていきたいと思います。でもそれは私一人の力ではきっとうまくいきません。皆さん一人一人の力と、皆さんの隣にいる別の一人一人の力とが協力し合って、初めて実現できると、時系列で実現できることだと思います。めっちゃ噛むようになっちゃった。私がしたいのはそのお手伝い。生徒の皆さん、先生方、学校関係者の皆さん、全員がブラザーバンドを結んで一つのチームを作り、たった一つのレゾン、みんなが笑顔でいられる学校を作るというレゾンが持てるような、そんな素敵なお手伝いができればと思っています。おー、立派だね。皆さんご協力よろしくお願いします。立派だ、委員長。俺協力するよ。私も。すごいよ、委員長。学校中の人間で一つのチームを作るか。でもよ、本当にそんなことできんのか？そうだね、難しいだろうね。まあね、人間関係ってのはよしあしあるから。でもだからこそ頑張りがいがあるんじゃないか。そんなもんかね。そんなもんだよ。なあ、スバル、後で話があるんだ。何改まっちゃって。ちょっとね、赤月さんとミソラちゃんにも聞いてもらうつもりだ。分かった。なんだ、ゴンタの個人的な話なの？え、遊撃隊をやめる？そんなどうして、ゴンタくん、あんなに一生懸命頑張ってたのに。スバル、ミソラちゃん、赤月さん、わがまま言ってごめんよ。自分が弱いとでも思ってんのか？でも俺分かっちゃったんだ。
俺が本当に守りたいもの。ああ、なるほどね。それはやっぱり委員長なんだよ。そりゃ世界平和のためとか、地球を救うためとか、すげえかっこいいけどさ。でもなんか違うんだ。大義がでかすぎて、自分に合ってないと思ってんのか。俺の柄じゃないっていうか、結局俺は委員長と一緒じゃなきゃダメなんだ。あと、刻まるもな。いつも三人でいないと俺が、俺じゃないんだ。だから、遊撃隊はやめる。こんな情けないやつサテラポリスに行っちゃいけないもんな。いやー立派だと思うけどな。自分の守り入れる範囲というか守りたい範囲がちゃんとあるんだもん。ゴンタ、ゴンタ君、その代わり安心してくれ。インチは俺がちゃんと守るからさ。二度と危ない目になんて合わせるもんかよ。わかった、ゴンタ、インチを任せたよ。いやーお前の一存で決めていいのそれ。リーダーの暁さんが決めるんじゃないの。ついでに刻まるもね。あ、ついでに刻まるもな。刻まるちょっとかわいそうなことになってる。あーひどいんだ二人とも。刻まるくんがかわいそうだよ。あはははは。どうなの、暁。あ、あの、暁さん？暁さん。牛島ゴンタ。はい。君に特別任務を与える。あ、遊撃隊には所属しつつ、白金ルナの警護に当たるみたいな。はい。白金ルナを守れ。以上だ。暁さん、それって、サテラポリスの仕事は人々を守ることだ。だったらゴンタは立派にサテラポリスの一員だ。白金ルナを守り続ける限りな。だがゴンタ、ただ一人を守り抜くことは簡単じゃない。時としてそれは世界を守ることよりも苦しい。覚悟を決めてしっかりやれ。おうじゃなくて、はい、よかったねゴンタ。これからもよろしく。サンキュースバル、ウサラちゃん。うわー、インチョー、俺はやるぜー。ああ、ゴンタらしいな。そういや、そうだもんな。食べ物のこと以外に考えることがあって、そういう話しないようになってたんだもんな。委員長が生徒会長になった。レゾンを達成した。あ、そうか、レゾンなくなるのか、一個。あ、セーブだ。どうすんだろう、チーム一応解散だけど。一方その頃、寂しくなったなあ。ここも世界中の惑星を壊滅させ、我々は事実上メテオ G をコントロール下に置いた。置いてるー、知らないうちに進んでる話が。だが、もっとだ、メテオ G にを完全にコントロールするためにはもっと大量にクリムゾンが必要だ。まさかメテオ G がこれほどのものとはな。こうなっては捨てたカードも惜しくなるというものだなあ、ハートレス。クリムゾンの収集はクインティアとジャックの役目。救出なさいますか。その必要はありません、ミスターキング。私に考えがございます。救出はしないんだな。そしてジャックの事件後初めての登校日、学校は元に戻ったみたいだけど、ジャック、それにクインティア先生ももういない。どうしてこんなことになったんだろう。まだボケーっとしてやがる。お前いい加減ちゃんとしろよ。ディーラーとの喧嘩はここ、いやこれからが本番だぜ。あ、うん、ジョーカーの野郎と親玉のキングってやつをぶっ飛ばすんだからな。ハートレスは何もしてないのか。くぅ、こいつは暴れがいがあるってもんだぜ。まあハートレスの存在こいつは知らないのか、スバルたちは。危ないよロック。もうロックは戦うことしか頭にないんだから。人間が複雑に考えすぎるんだよ。考えすぎるから厄介なことばかり起こっちまうんじゃねえか。起こしちまうんじゃねえか。それはその通りかも。でも僕は、スバル、お友達が迎えに来てくれたよ。はーい。とにかく学校へ行こう。これから何が起こるのかわからないけど、何が起きても僕は。あ、メールが来た。レゾン見たかったのに。あー、ちゃんといなくなってる、ゴンタ。ん？
謎の電波隊ひざまろ。日本のコスモエブ2で通行の邪魔をする謎の電波隊がいるらしいです。ディーラーとは無関係のようですが、もし行くことがあったら十分に気をつけてください。ノイズチェンジのこと。こんにちは、スボロちゃん。元気にやってるかしら。ノイズチェンジについて少し分かったことがあるからお知らせしておくわね。一度ノイズチェンジをしたスバルちゃんは今後も強いノイズの影響でノイズチェンジを起こすことが、予想されるわ。うん、してるもんね。ここまではシドウちゃんから聞いてるかもしれないけど、さらにもう一つ、どうやら特別大きなサイズのウイルスと戦うと起こるかもしれないことが分かったの。ああ、なんかウイルスの G シリーズ、ジャイアントの G なのかな、と戦うと、まあ今のウルフのようなやつになったんだよな。大きなウイルスはいるだけで周囲に影響を及ぼす、いわゆるの、いわばノイズの塊よ。それとバトルすることで、スバルちゃんはまたノイズチェンジすることがあるかもしれないわ。ノイズチェンジにはまだ謎が多い。気をつけてね、スバルちゃん。一応ノイズチェンジを一個前の段階に戻せるキャラクターがいたから、そいつ使えばオックスにはなれるんだよな。オックスノイズには。誰が来てんの？あ、おはよう母さん。学校でいろいろあったみたいね。すごく疲れてるみたいだけど大丈夫なの、スバル。そう、無理しちゃダメよ。なんだか母さん胸騒ぎしちゃって。あなたの身に何か起きるんじゃないかってずっと起きてんだけどな、大悟さんみたいに。母さん、ごめんなさいね、変なこと言っちゃって。心配すんなってお袋、スバルに俺様がついてるんだからよ。ありがとう、ロック君。じゃあスバルのことお願いするわね。任せとき。それじゃ行ってくるよ、母さん。行ってらっしゃい、スバル。ほんとなんか気に入ってるよな、スバルの母ちゃんのこと。ああ引き返しちゃった。ちょっと刻ま、ちょ、もうスライドパッド使おう。キザマラの剣気になるな。日本の2番目？通行の邪魔をしてるってどういうこと？シンボルでいいのかな？あ、なんかいるわ。これ、これのこと？ヤウヤウ！君ラッキーじゃないの？この宇宙ナンバーワンの人気歌手、ムーンディザスターにお目にかかれなんて。ムーンディザスター？聞いたことあるぜ。月にいる多くの電波隊や宇宙人の中で最強の戦士らしい。腕は確かなんだが、異常な目立ちたがりで、最近は歌手活動を始めたとか。それよりもそれよりもこいつじゃないのか？コスモエブで通行の邪魔してる電波隊ってのが。いやいやいや、じゃあまたなんだよ、失敬だろ。俺はただ自慢の疑いを披露してるだけなのに。さあ、君を聞いていくぐらい、君を聞いていくがいいさ。このムーンディザスターの10時間ライブ。やめろ。10時間付き合ってられるかよ。先に過ごうぜ、スバル。やお、そうはいかねえぜ。ここは俺のステージだ。素通りしていきたけ、俺を倒していくんだな。もしくは聞け、10時間。進むならぶっ倒すしかなさそうだな。どうするよ、スバル。やってみるか。しょうがない。ここは通してもらおうよ。やおやおやお。見るがいいさ、この俺の美しすぎるバトルを。これなんだ？コロコロの読者応募のやつか？ムーンディザスター1000。あ、そんなにだね。あー、ぴょんぴょんしてる。うおー、月の重力感あるな、動きが。ふわふわしてた。あ、くそ、風のなんかまとってたな。全然カード選べないんですけど、何これ。オッケーオッケー、ボン。あ、穴開けられた。マジで何もカード選べねえ。これと麻痺してポイズンかな。着手狩りポイズンナッコー。あ、くそ、当たんなかった。え、何？え、流星サーバー2。え、あ、もしかしてこれなんかなったんじゃないの？ RG レイザーってなんだ？もしかして最強になった？やっぱ来た。こいつとやってるとき行くんのか。なんて、
俺が喋ってて聞こえなかったけど、これあれじゃないの、ジョーカー、なんかやばいな攻撃。いやー演出やば。あ、ビビ割れになるんだ。一致の相手にやる技じゃないよね絶対。ムーンディザスター。今何、強制？偶然とはいえ俺に勝てたご褒美にこいつ、ここは通してやるよ。再戦できんの？あ、再戦できる。何今の、あとまた入れてなかったな。ムーンディザスター、あ、ソード系だ。左端3列攻撃、右、左と右で違うのか。左端だと3列攻撃、右端だと1列攻撃になる。ムーンカッタージャック・コーバス、横3列に2マス先まで飛んでくブレイブ・クローで攻撃、あの手のやつかな。でブライ、前方的に4ヒットの連続攻撃。ムーン・ディザスター入れていいかも。イエティもなかなか強いんだよな。マグネッツ、オリガジェネラルはマジで強いんだよな。イエティかな。ちょっと選定が難しくなるな。ウルフ抜いてもいい気もするな。広範囲だからウルフにするか。でブライはいいや。今のって何の説明ないんだね。ゲート閉じ取れないかい。管理者わからない。さっきの変身ってあれでしょ、レッドジョーカーの最終形態的なやつでしょ、今作の。何の説明もなしに変身しちゃったけど、確定ってわけじゃないよな。たまたま？めっちゃ強いデッキになったもんな、今アクセスしたら。おはよう、スバルくん。いや、スバル。おはようございます、スバルくん。おー、おはよう、みんな。めっちゃかっこよかったしな、姿も。やっぱり元気がないみたいですね、スバルくん。ジャックのこと気にしてるんだろうな。気にしてるんだろうな。ちょっと、スバルくん、なんなの、それは。え、なんのこと？今日私が生徒会長として初めて学校へ行く記念すべき日よ。なのに、なんなの、その暗い顔は。そうですよ、スバルくん。笑顔ですよ、笑顔。共にこの素晴らしい日を喜びましょう。そうだぞ、スバル。今日から委員長は生徒会長委員長だ。長いな。委員長のことは生徒会長委員長と呼ぶんだぜ。なあ、生徒会長委員長。そうよ、私は生徒会長委員長。いや、せっかくだけど、呼び方は委員長のままでいいわ。え、なんで、生徒会長委員長の方が絶対かっこいいぜ。言いづらいし長いんだよ。お黙りなさい、私がいいって言ったらいいの。さすがに生徒会長委員長はないよ、ゴンタ。そうか、かっこいいと思ったんだけどな。あははは。さあ、おバカなこと言ってないでさっさと学校行くわよ。クラスメートの声を早く聞いてみたいわ。私を褒めたたえるみんなの声を。ほわーん。あの院長、院長。ギャッハー。おい、スバル見てみろよ。あの院長の正しいね、面を言う。お、よだれ。おそらく院長の耳にはクラスメートたちの院長を褒めたたえる声が聞こえてるのでしょう。なるほど。さすが院長としか言いようがないね。ルナちゃん、スバルくんが見てるのにはしたないです。ぷっ、あはははは、ギャーはは、いや。みんな、ありがとう。はっ、ごほん。さあ、早く学校行きましょう。わわわー。ダメだ、もう院長。院長ダメだ。